小賀雅宏小賀雅宏は、福岡県大川市出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。元サッカー選手の小賀誠治は実定。私立東、福岡高等学校出身。高校1年まではフォワードだったが、その後対人プレーに強いストッパーとして成長し、当時の J リーグ全クラブから誘いを受ける。 1997年に激しい争奪戦の末、名古屋グランパスエイトと契約。加入直後から主力として活躍するも、毎回契約公開時に評価をめぐって、クラブ側と揉めるなど、年数を重ねるにつれ、クラブとの関係が悪化した。2006年シーズン終了後、J1 に復帰した柏レーソルへ移籍。2007年、新天地でも開幕戦から、先発メンバーに名を連ね、 主力として活躍した。しかし、2009年途中に就任した、ネルシー・イーニ監督は、小賀を徴用せず、パクドンヒョクが加入して、以降の2010年は、故障での長期欠場をきっかけに出場機会を失ってしまった。出場機会を求めていたところ、ゴール前の空中戦に難を抱えていたジュビロ・イワタの、オファーを受けて8月に期限付き移籍。 同年のナビスコカップ制覇などに貢献し、12月29日に同じく柏から期限付け移籍していた菅沼実と共に完全移籍を発表。2012年よりアビスパ福岡へ完全移籍。高校時代以来16年ぶりに地元へ帰還した。福岡移籍直後の2012年はスタメンとしてプレーするも、 堤俊介のコンバートや新戦力の加入などもあり、出場機会が年々減少。2015年はクラブが昇格争いを繰り広げる中、夏場の長崎戦で負傷して、以降は出場機会がなくなり、11月10日に今季限りでの現役引退を表明。クラブは自動昇格を逃すも J1 昇格プレイオフを制し、J1 昇格。 自身の引退の花道を飾った、現役引退後、名古屋グランパス8のスクールコーチとして就任した、その他の公式戦国際試合、ありがとうございます。